じゃあ、すいません、総支持支援ありがとうございました。まあ、総評というか、いつも、まあ、ここでもヒロさん個人的なあれを言ってるんで、私も個人的なところを言わせていただきますけど、まず、総支持に関しては、まあ、これ2つの方が一緒になっているかなというイメージがあります。で、1つは前半、内編の方はもう完全にあるのままに、内山さんに言われた通り、労使の部分に通常につながる部分が、でなんだこれは何でもいいのか自然の周りなのかっていうのは確かにありました。で後半に関して言えばちょっと孔子の部分が入ってきたかなというところを、なんか政治的になんか取り入れられようとするという話もありましたので、ちょっとあの固くなんかこういう思想的なものが入ったのかなというふうには感じます。で今回のその中では通じて道っていうことが言われてたので、池図像ですかね。池図像で、かなりいろんなことが書かれてましたけど、私がちょっと気になったのっていうのは似てあります。これ後ろの方なんですけど、先ほど、お兄ちゃんが言われたところなんですけど、356ページの、表面ですね、ところがそれができないのは他でもない。西というのはたとえ外から与えられるとしても、それを受け取る主体が心の中にできていなければ、せっかく与えられた道も素通りするだけで後に残れないからである、こう書いてあります。これがあの私のところで非常に、刺さったと思ってありまして、まあ、先ほどそのあるがままにっていうところあるんですけど、結局その自分の中での価値観を高めていかないと、そういう境地に届かないんじゃないかなというところですね。これは森進蔵先生が言われている、縁に求めざるには見てきてず、うちに求める心なくば、たとえその人の面前にありとも、ついに縁を生ずに至らずと知るでした。要するに、その人と会ってても、松井さんと会ってても、松井さんとその会うというその気持ち、自分の中で高まってなければ、結局その人は、ただの一般ピープルとして過ごしてしまう。こういうことが結構書かれてるんじゃないかな。結構そういう意味で捉えていくと、禅問答のような気がしてて、でしかも知らない調和しなさいって前半の方書いてあるので、かなりその僕はこれ禅っていう風な認識を持ちました。で、自分の中での意識というところの、判断っていうところなんですけども、これはさらに、後ろの方で、399ページですね。あ、じゃあごめんなさい、400ページです。お解釈は答えた1、2、3、4、5ぐらいですね。絶対の道の立場から見れば、物に起点の差別はない。ただ相対の立場から見れば、物の立場から見れば、自分を尊いとし相手を癒し差別が生まれる。もし世俗の評価を中心とする立場から見れば、起点の差別は、世間によって決定されながらから規制を定める根拠は自分のうちにいないことになる。という、で結局、その、ものを下げられたそのものの判断とか、自分の価値観とか、結局自分でこう、つけちゃってるわけですよね。ですね。でも、その人は変わらない、そのものは変わらないわけですから、結局、その、自分の判断が正しいか間違いない。だから先ほど松井さんが言われたように、物の、自分の正しいっていうことは、まあ、自然の中で、まあ、みんなが共存してるっていう、確かにそれもあるんですけど、結局その人はその人、そのものはもの、そのことはことで、変わらない行為は変わらないわけです。それを、自分のフィルターでいろいろこう見てるっていうことなので、じゃあこのフィルターをどう捉えるかっていうことが一番大事なのかなっていう気がしてます。まあ、指定したりはしますけど、私年休ずっと座ってまして、で結局あれもそうですね、まずこの松さん、この
自分が相手見て相手から自分を見るっていう訓練をひたすら1週間やるっていうことなんで、まあ、そのフィルターをもし変えることによってまた違った面が見れるのかなと、そういうふうに感じました。まあ、そういう意味でこの本に関してはいろんな新たな視点ですか、池図像でこんなに格子がケチョンケチョンされているとかですね、こんなになんかこんなことやって全問答のようにこれあれもダメこれもダメじゃあ誰がいいのっていうのは確かに言いますけど、まあそういう意味ではいろいろ、深い本かなというのは私の感想です。はい、ありがとうございました。